いや、寒いよ今日も。はい、おはようございます。今日もね、家からお届けしておりまして、今回ね、ちょっとお肉食べたいなと思ったんですよ。で、いわゆる肉のハナマサさんに行ってきたんですよ。食べたいお肉を買ってきたんで、ちょっとまとめて買ってきました。で、これ今回買ってきたのが、これ豚バラのお肉をこれ2つサムギョプサルにしようと思ったんだけど、それだけだと物足りないんで、ハツとタンの2種類も買ってきました。で、あとは焼き野菜用のやつも買ってきたんで、これでちょっと準備をしていって、サムギョプサルっていうか焼肉的なことをしたいと思います。そしたら先にお肉の前にちょっとお野菜をカットしていこうかと思います。今回用意したのがね、この3種類、ナス、ピーマン、人参ね。いやでももうさ、この時期の水が冷てぇ。そしたらお肉切ってね、ここにそのまま盛り付けていきたいと思います。お肉のカットの仕方とかはよく分かってないんで、間違ってたらごめんね。どれぐらいにしよう。分厚い方がいいかな。やべえ、厚く切りすぎた。そしたらね、厚じゃねえ。あとね、タンとハツを、切っていこうと思うんだけど、ちょっとね、僕はこの辺りの、ね、切り方がわからないんで、間違ってても怒んないでください。とりあえず、そしたらちょっと最後にね、サニーレタスを、これ重要だから、サニーレタスを作っていく。作ってるじゃない、切ってくる。じゃあ、こっちじゃない。そしたら今、準備の方があらかた終わりましたんで、向こうでね、ホットプレートで焼きながら食べていきたいと思います。はい、ということでね、今こんな感じで完成しました。とりあえずもうね、ホットプレートなんかも温まってきてるんで、早速食べていきたいと思います。いただきます。とりあえず豚バラだから油出そうだし、いった油引かなくて。いや、とりあえず1枚目。いや、2枚目。いや、分厚、トンタンと豚ハツ。うまそう。まだでも全然ちょっと早いか、ひっくり返すの。まあいいや。いいよ。ナスとかで油吸っていかないと。野菜は手で。わあ、すげえ、うまそう。ちなみにね、今ね、
朝の9時なんだこの時間しかさ、ちょっと家で撮影する時間がなくてさ、なんでこの時間にこれやってんだろう。いや、でこのタン、一番薄めのタン焼けたから食べていくよ。まあ、うまいけど分厚いよ。熱すぎたこれ。でね、とりあえずちょっとタレを作ってきて今、まあこれは純粋にごま油と塩なんだけど、これがねコチュジャンと、味噌とごま油と蜂蜜で、あとお水で溶いたものだね。ちょっとおソースも作ってきました。これ味見してないんだよな、大丈夫かな。とりあえずこれ切っていこうかな、一回。これ豚バラこんな用意したけど絶対こんな食わないな、絶対重いもん。分厚。タンとか食べてこう、焼けてきたし、うまい。あ、顎ぶっ壊れそう。タッツ、うん、うまっ。ちょっとこっちのタレに、うん、うまい。とりあえずバラいいな、バラ。うまっ。あ、すげえ油、やばいこれ、これやばい。いや、これと、あ、キムチ忘れた。まあ、いっか。いや、これ。圧倒的にキムチが足りない。うまいけどダメだ。なんか一味足んない。もちろんうまいけどね。これが買ってきたんだ。お好み。トイレ焼き物焼くとさ、食べると焼くがさ並行しなくてさ、むずくない？わかります？この気持ち。僕苦手なんですよね。いいよ。焼肉のタレで食べよう。あ、うん、まい。ちょっとごま油、こっちの塩ごま油も、うん、油っこうまいけど焼肉だなこれ。ごま油と塩をつけようと思ったらすげえなって思う。もう油と油だもん、濃い油が。いい。これだけこっちのタレで食べよう。コチュジャンのやつ、うん、うまっ。すごい、なんかお腹いっぱいになってきたな。もうパンチがすごすぎて、焼き肉行ってもあんま食えないんですよね。あれだな、今日は夢が帰ってきたら夜ご飯は焼肉パーティーだな。で、今日これまた今日もノンアルで。あー、うまい、うまい。よっしゃー、あったあった。うん、あった。あったいな、あった。ピーマンが忘れてて水分ゼロになってる。あ、すごい。タンがもうなんか砂肝食ってんのかなっていう辛さになってる。
外での一人焼肉は嫌いじゃないんだけど、家での一人焼肉はなんかすごい寂しい気持ちになってきた。これな、後片付けが憂鬱だな。もう炊き忘れたし、キムチも買い忘れたし、なんかいろいろ忘れたわ。ああ、なくなっちゃった。やっぱビールじゃなくてコーラ。今日はね、今この鉄板にある熱っ料理だけを食べてちょっとね、終わりにしたいと思います。このお野菜がないと食べ進めらんなくなってるぐらいもう重たい。ナスと焼肉のタレ、これごちそうさまでした。はい、てな感じで一人焼肉じゃねえや、一人サムギョプサルか、終わりました。お腹がいっぱいじゃないんだけど、もうね、油にやられてもう大丈夫です。今日はもうね、お野菜とかも半分ぐらい残して、お肉もまだね残ってるんで、ちょっと夜にね食べていこうかなと思っております。いや、夜用にちょっとキムチ買ってこないとな、ご飯も炊かないと。それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。